みなさんこんにちは、なぎだよ。前回までのお話は見てみよう。だからしててやる、私が来た。いいね、ところだったよね。すごいところだったよね。じゃあその次をやってみよう。だから知れてる、私が来た。みんな、もしもし、嫌われていない。はてはてだ、かわいそうだね。おいおい、かっこいいで。信用しない。早く下がって。神戸打たれてつくべ。平服せよ。だから知る。鬼の王である私が来た。もしもし嫌われていない。派手派手だ、かわいそうに。おいおい、かっこいい。信用しない。早く下げ、人間ども。中でなんかついちゃった。じゃあ次は、何しよう。声真似本気でやってみるよ。忍ぶからね。もしもし、聞こえてますか？もしもし、もしもし。そんなに長々と話されても困るのですか？嫌がらせでしょうか？あらあら、嫌われてる自覚がないんですね。しょうがない、しょうがない。残念、残念。うっかりです。そこのボケ、あなたが守っているのは鬼ですよ。じゃあ、優しい毒で殺してあげましょう。首を切られてないからって安心してはいけませんよ。こうやって毒を使う剣士もいますから。虫柱胡蝶忍。私は唯一柱の中で鬼の首の切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。もう死んでるから聞こえませんけど、うっかりです。ほぼ体は溶けてなかったよかったです。ホジの花の毒で殺しましたから、あのまま腐ります。姉さん、この子ダメ。何も言われないと全部しないの。ご飯を食べなさいって言わないとずっとお腹をグーグー鳴らして待ってるし。こんな子じゃダメよ、危ない。私が剣士を始めたのは最大の姉を鬼にさらわれてから。善逸くん、一番期待してますよ。はいー、あははは、あははは。これでしのぶの声真似終わります。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。高評価も押してね。そして、なぎなぎチャンネルって登録したら出てきます。